どうも、芹島ひかりです。今日はね、倉庫のね、ちょっとね、整理をしていたんですけども、なんか棚のね、一番下の段からね、これが出てきました。はい、なんとね、マイクロカセットとこれハイエート、ここに出したのは新品ですね。はい、あとは普通のカセットテープとビデオテープとか出てきたんですけど、まあ大概ね、録画されてたり、あとハイエートでね、昔の俺のなんか習い事の発表会とか、なんか旅行とかの記録っていうか動画がなんか撮ってあるやつが、もうなんかなんだっけ、名前とか書いてあって、いろいろなんかどこ行ったとか何大会とか、なんか書いてあった、もうハイエートになんか俺がちっちゃい頃の映像はね、録画されてるみたいです。はい、でこれはね、一応新品みたいだったんで、一応新品だけ出しましたね。マイクロカセットはなぜか1個だけあったんで、多分どっかに大量にあると思うんですけど、マイクロカセットこれは探してました。なぜかっていうと、以前ハードオフでかっこよかったっていう理由だけでマイクロカセットテープレコーダーを買ってしまったんですよ。はい、これめっちゃいいんですけど、安かったし、まあ新品同様だったんでね、買いました。はい、これを使って、再生とかできると思うんですけど、これね、市販っていうか、なんか音楽とか入ってるわけじゃないから、なんか入れたいんですけど、これって何回も撮り直しができるのか、あとやっぱ何回も撮ると痛むのかとか、ちょっといまいちね、なんか上書きとかすぐできるのかとか、いろいろあるじゃん。なんか昔で言うとさ、ビデオテープってさ、これのなんか爪を折ると上書きできなくなるっていうか、あったけど、でもそこをまたセロテープ貼れば上書きできるようになるみたいなのあったじゃん。そんな感じなのかなとか思ってるんだけど、ちょっとまだ怖くて開けてないです。まあこれはね、元から開いてたんですけど、こんな感じでね。ただ新品同様ですね。あー、時計なっちった。まあいいや、続けよう。で、こっちはハイエートなんですよ。ハイエート知ってます？ハードオフとかで結構デッキ系をよく見る方はね、わかると思うんですけど、ハイエートのプレイヤーっていうか、ね、デッキって結構売ってるんですよ、今、安く。俺もね、なんとなく見せたんですけど、まあどうせ、テープ自体がうちにないし、いらねえなと思ってたんだけど、ね、これもあったし、実際、俺の昔の動画とかも、あるわけじゃん。昔の動画って YouTube とかじゃないよ。普通の、ね、記録動画があるわけだから、それを再生するために、僕はね、決定しました。ハイエートのプレイヤーと、あと、ベータデッキのプレイヤーは、ハードオフで絶対これから買います。はい。で、まあね、ハイエートって何かっていうと、まずこれ、ハイエートってこう書くのね。俺もね、これをハイエートって読むのか知らなかったって、知らなかったっていうか、特に意識もしてなかったね。ハイエートで、MP120 とか120分撮れるのかな ?2 時間。まあ、長いような、短いような。でさ、確か、ジャンクで売ってるビデオカメラのテープに録画するやつって、確かこれだよね。これに録画するんだと思うんだよね。これね、ちょっとね、今見せられないんだけど、昔の俺のテープがあって、1992年の、なんかスキー教室とか、1998年の和太鼓とか、書いてありますね。1998年の発表会とかね、体操の教室の発表会とか、書いてあるんですけど、どうなんでしょうね。なんか、やっぱ、ビデオテープに録画するとなると、カメラがでかくなっちゃうから、カセットとか、こういうのが発明されたんだと思うんですけど、ちなみにうちにはね、ビデオテープに撮る用のカメラもあるんですよ。だけどね、これ用のカメラないかなと思って、はい。ちなみにね、これと同じ場所からね、出てきたんですけど、このね、謎のバッテリーですね。ネットで調べたら、まあなんか、大体分かったんだけど、何かっていうのは。まあ、これのカメラはちょっとまだ見つかってないんですけど、まあ、シャープのバッテリーパックっていうのができてない。まあ、綺麗だったからね。よかったなと思うんですけど、何に使うのかなと思って。何用かなと思って。多分これね、こういうやつのプレイヤーの充電器だと思うんで、ちょっとプレイヤーの方も探したいと思います。はい。まあね、ビデオとかね、結局、録画したやつとかって、ほとんど見ないじゃん。ちょっとね、これ見せて大丈夫かな。これ昔ちっちゃい頃の俺が書いた字だから別にいいか。書いて大丈夫かな。これとか、はい。昔のビデオなんですけど、大晦日で全員集合、ドラえもんスペシャル2003っていうね。これめっちゃ面白いですから。はい。で、もう一個あるんですけど、これ見せて大丈夫かな。もうもらったやつあげる。大丈夫だよね。はい。これですね。はい。これはね、書道の先生の、お孫さんかなんかでもらかったのかな。はい。ドラえもんスペシャル&ミニアニメ。ミニアニメなんだ、それ。この絵がもうね、2020世紀。ですね。はい。一時流行ってたよね、こういうね。保存版っていう。ほら、これ。ここにね、爪があったのあるんで、普通は。でも、上書きできないよ。上書きしちゃうと消えちゃうじゃん、データが。それができないように、折ってたんですよ。
はい。これね、1998年2月26日、日録画って書いてあるんですけど、めっちゃ面白いです、これ。見ました、もう。てかもう昔何回か見てたんだろうけど、また見たらもう超面白かったですね。はい。なんでこれからね、てか次の動画っていうかまた今度の動画では、これに、おっと。これね、マイクロカセットプレイヤーに、レコーダーか。これをね、セットオンして、はい。やりたいと思います。あとね、マイクロじゃなくてね、これより一サイズ大きいカセットとかもね、結構、ね、ハードフに売ってるんだけど、普通こんなもんさ、もう使わねえじゃんってさ、1個100円とかで売れるのにさ、やっぱコレクターがいるとかさ、あと最近カセットが流行ってるらしいんだよ。だ最近俺ね、こういう古いオーディオとかカセットとかにこうハマっちゃってるんだけど、偶然ね、世間でも流行ってるんだよ。だから偶然っていうか、まあまあ、みんなが好きだから流行るんだけど、まあそういうことはそうなんだけど、まあ俺もハマってるし世間でも流行っちゃってて、ハードオフがなんかそれに便乗してっていうか、まあ当然なんだけど、なんかやっぱカセットテープすげえ値上げしてるらしいね。なんかメタルカセットだっけ、なんかめっちゃ高いやつがあるんでしょ。だからハードオフとかでも結構ね、カセットテープとか、あとベータのテープ、あれもね一番安くてっていうか、どこ行ってもねテープ何も録画されてないやつが300円ですね、大概。しかも全然売れてない、やっぱ300円じゃ売れねえよなみたいな。あー、一回キングコングのベータのね、ほんとね、300円で見つけたんだけど、買えよかったなと思って。うん、デッキもね、結構800円、俺のね、俺がハードオフで、なんかちょっと、今からデッキコーナー見ようと思って行ったら、目の前で800円だった、ベータデッキを買ってったおじさんがいましたね。うん。まあ、悔しいっちゃ悔しいけど、まあ、800円でちょっと高いかなっていう。500円だね。うん。そんな感じでさ、喉がもうやばい。風邪ひいてんすもん、なんかずっと。体調悪いっていうか、まあ、ちょっと悪いのが続いてて、薬飲んでるんですけど、はい。まあ、こんな感じで、今回はちょっとレトロな感じで、はい。とか、バブルコンポとか、今ね、ハマってて、コンポも今一つ修理してるんですけど、ちょっとね、邪魔っすね。修理中ね、ちょっと廊下に置いてあるんでね。いろいろとありまして、はい。あとはですね、一つ報告なんですけど、報告っていうか、お知らせなんですけど、僕、もう一個チャンネル持ってるんですよ。知ってる人は知ってると思うんだけど、前回、ソフビの動画とか上げたじゃないですか。ああいうね、おもちゃ結構僕好きなんですけど、おもちゃの専門のチャンネルを作ってあるんですよ。ちなみに、その動画では、基本的に過激なこととか、下ネタとか言わないようにしてて、なんか大人から子供まで楽しめて、ウームネットワークにも入れるぐらいのレベルのチャンネルにしようと思った、健全なチャンネルにしてたんですけど、8ヶ月間ね、更新しないで、こっちの最低編 YouTuber のチャンネルに、をメインにしてっていうか、もう2、1本でやってたんですよ。でも、ちょっとおもちゃの動画とか結構いっぱい撮りたくなっちゃったんで、いろいろ。だから、この動画だけでいろいろ動画撮るとしたら、なんか、おもちゃのこと興味ない人とかうざったいかなと思ったんで、おもちゃはおもちゃで、再生リストでもよかったんだけど、そのチャンネルにまとめました。光内閣総理大臣っていうチャンネルですね。はい。光はひらがなで、で、内閣総理大臣感じで。すでにね、130本ぐらい動画を上げてまして、8ヶ月間更新してなかったんですけど、ついに今日ね、1個ね、すっげえくだらねえ動画1個更新してるんで、よかったら見てください。概要欄にリンクはね、ちょっとね、チャンネルのリンクの貼り方いまいちまね、わかんなくて、まあちょっと検索すれば出てくるんで、まあリンクも貼るかな。あ、ちなみに概要欄とか結構ね、俺的に大事なフリマアプリのね、宣伝とか入れてるんで、よかったら見てください。ということでね、これら辺のね、皆さんこういうね、情報を教えてください。あといろんなこういうテープとかさ、なんかあるじゃん。まあ、MD でもそうだけど、そういうさ、プレイヤーね、MD はちょっと俺手出さないようにしてるんだけど、それ以外については、僕ちょっとプレイヤーをね、すべて揃えようと思って、で、部屋とかね、棚いっぱい作って、今ちょっと棚が少ないんだけど、棚をめっちゃ作って、デッキとか、プレイヤーとか、アジガスとかもバーって並べて、ゲーム機とか、すげえ感じにしようと思ってるんで、うん。ちょっと応援っていうか、なんか、情報をお願いします。こんなのあるよ、みたいな。はい。ということでね、まあ、なんだろう、何度からこれが出てきたっていう報告と、あとね、一個ね、もう一個ある。もう一個ある。話長くなってごめんね。はい、こちらですね。この前300円で購入した、これね、後ろにね、カー MP3 プレイヤーって書いてあるんだけど、なんかね、これね、イヤホンの、ビーツのさ、ヘッドホンとウォークマンを繋ぐコードあるじゃん。これなんだけど、これをね、繋いだらね、ビデオデッキの音がね、こっちをスピーカーとして出るから、すっげえ音質良くなりました。ビデオっていうか、この、
何ポータブルビデオプレイヤーがね、めっちゃ音質良くなったんですよ。だから使いました。この前紹介した、購入品紹介したやつ。まあ、これを動作チェックとさせていただきます。ちなみに SD カードからちょっと読み取るのがうまくいかないんだけど、本当はこれパーツとして使おうと思ったんだけど、ちょっと今ね、普通にかっこいいんで、このまま使いたくなっちゃってて。なんで、また同じサイズのスピーカーをまた買おうと思ってます。はい。このエッジが欲しくてね。このエッジがダメになってるんですよ。今の。俺が持ってる昔のソニーのカセットプレイヤーっていうかラジカセのなんかラジオ内版それカセットプレイヤーか。でもラジカセに似てるんだよ、見た目は。はい。そんな感じでちょっと話長くなっちゃったんで編集しないであげます。以上、千日部でした。ご視聴ありがとうございます。